メモリのこと書いてないですね。こう開けてみましょうか、ここ。メモリ載ってるかもしれない。あ、メモ載ってますね。びっくり。2ギガ。中にもね、ありますね、メモリーが。2ギガのメモリーが入ってますね。メモリー入ってるじゃないですかね。多分、4ギガ、2ギガで6ギガになってんちゃうかな。やはりこっち側は、こっち側は、ですね、こっちが壊れた方なんですけど、壊れた方は、これ、電源が入ると思うんですよ。でも電源スイッチあれんかな。電源スイッチが取れてて、中の電源スイッチを触ればいいんじゃないの？電源スイッチがほんまあれんで。ちょっとアウトや。電源スイッチこうピッと押すやつついてんちゃうの？え？あ、あったあった、電源スイッチあった。あ、パナソニック出た。ブブブブブブートブえインテルブブートアゲンとシーバージョン 1.33 なんたらかんたらブートアゲンジなんたらかんたらブートブートばっかり出てんで、リブートアンドセレクトプロなんたらかんたら、画面がボコボコ上がる。なんたらかんたら、これリンクイニシャリングなんたらかんたら、コートラコートラブートイニシャリングアンドセストなんリンクなんかいっぱい出てますけど、こういうメッセージいっぱい出てるんですけど、これいうメッセージが出てるのはどうしたらいいんでしょうか。こういうメッセージが出てるんですけど、どうしたらいいんでしょうか。こう Wi-Fi オンになってんのかな。まあ、Wi-Fi をこれ止めるか、一旦。F1 キーでしたっけ。これにさ、これにハードディスクを入れたら、あっち引っこ抜いてここに入れたら動くんちゃうかな。ハードディスクの取り方わかりません。ハードディスクの取り方が本当はこんなハードディスクの取り方はしないんでしょうけど、これ取るの2時間かかりましたね。はい、ハードディスクはここに載ってるんですよ。はい、これ外しましょうかね。本当の外し方じゃないです、これは。たまたま全部基板を、メインボードの基板を外すのに、こう外れるんですけどね。これメインボードが外れるんです、メインボードが。
これどっか はめてる？はめてないやんな。はい、メインボードが外れるんですよ。はい、ね、これもう壊れてるから、これねテストでいろいろ測っても全然分からへん。あの17V入ってんの、この入り口のところにねテスト当てたんですけど、いきなりもうすごい電圧効果が起こってて、でここの足があめちゃめちゃ熱くなるんですよ。なんちゃこっちゃテスト当てても全部あのめっちゃ低い電圧に当てて分からへん。どこからっていうのが分からへん。だからどこまで電流来てて、どこから先が電流来てへんのかって全く分からへん。もう直されへん。はい、そんなんで、ボロボロパソコンなんですけど、中身はボロボロ。外見はボロボロ、中身は錦木じゃないです、これは。これ放送に使わへんから、置いて使ってたんで、振動与えないようにして使ってたんで、ハードディスク。東芝のハードディスクで、容量がですね、250GB。あった？これね、あの、Wi-Fi の受信のやつが載ってて、で、電話のやつが載ってるんですよ。まあこれはもうこれでもね、これねもしかしてね、このあの画面をね、画面を変えるかもしれん。もしかしてこっちの今買ったやつ2200なんぼで買ったんやけど、2200なんぼで買ったあのジャンク品があの画面がねなんかおかしいかって、濃淡が変とかで書いてあったんやけど、それもしかしたらあのそうなってたら、こっちの動かないパソコン の画面をこっちに映せばいいね。あのこうハードディスク入れたいんですけど、ハードディスクの入れ方は分かりません。ネジこの辺ネジ緩めて入れてみます。よいしょ、ここもかな、この蓋みたいのがあるんですよ、わかる、この中なんか蓋みたいがなんかあるんですよ。ここにハードディスクを入れるんですけど、これも取るんかな、硬いな。ハードディスクの取り方忘れてしまった。はい、あ、なんかいろんできた、取れた。はい、これがねこういう風になっててね、こうなっててネジ2本にで止まってました。これ取れました。でここにハードディスクを差し込んで、ハードディスク差し込む、ちょっと待ってよ、こういう状況になりたいから先にこれ入れなあかんの。え？入れへんがな。ちょっと待ってな。え、ちょっと待って、これがどうなってる、これ引き出してんの。これがあ、だからハードディスクを先に入れて入れへんねんけど、押し込んでも入れへんの。
か。すでになんか入ってるとか。いや、ハードディスク入ってないって書いてあったけどな。ハードディスクが入らないのは、なんか下に下がってるからか。あ、わかった。これを上に上げて、あのハードディスクを守るようにあのいろんなものが入ってる、あの入った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 、あのなんていうの、ほやほやほ、なんかね、こうこうなってんねんこれが中に入ってんねん、これが。でこのポニョポニョニョポニョポニョのやつでハードディスクを守ってるんですよ。これが下に下がってて入らへん、なかなか。あった、あったあったほんで今からハードディスクを入れたいと思います。その前にこれをであの電源供給と何やったっけデータデータデータ書き込み読み込みの線をハードディスクにつけなあかんの。これハードディスクやな。ちょっとハードディスク入っていく、入っていってもこれをギュッと入れるのかな。入ったかどうか分からへんがな。このお箸が出てますけど、もう一回引っ張り出したらいいの。あ、入ってる入ってる。おへそを押し込みながら一緒に入れちゃうとね。はい、蓋せんでいいか。電源オンしましょうか。これでこれで電源オンして動いたらあのめっちゃ嬉しいんですけど、で電源を差し込んで、行きますよ。行きますよ。でこれどこ、なんかこれさらに怖いな。あれ